知は力なり。哲学者フランシス・ベーコン。久田和孝のガンラボ、共に前進しましょう。ガンラボはがんについて深く知っていただく番組です。今回は肺がんの遺伝子検査がテーマ。前編では肺がんの遺伝子検査についての基礎的な解説をしました。ドライバー遺伝子や分子標的薬について勉強しましたね。後編ではとある肺がん患者さんを紹介します。彼は自分の治療の可能性を決して諦めませんでした。人生も治療も後から振り返って納得するものにはできません。今目の前のことをきちんと把握し行動しなければなりません。それを実践した物語を覗いてみましょう。ではガンラボ VTR スタート。諦めない、納得の治療に向かって、肺がん遺伝子検査後編。青田さん、検査の結果、肺がんが見つかりました。進行した状態です。治療方針について話し合っていきましょう。先生、私は治るんですか？助かるんですか？残念ですが、完治は難しい病状です。完治は難しい。難しい。難しい。お帰りなさい。精密検査どうだったの？肺がんだってすごく進行してるって言われた。44歳、これまでバリバリに働いてきた。このままの日常が続くんだと思ってた。長男は中3、長女は小4。楽しかったね。またね。子供たちの将来を思うとひどく辛い気持ちになった。がんの治療が始まった。がんの検査や抗がん剤の治療で僕の日常は大きく変わった。大変なことも多かったが、僕は必死で闘病を続けた。大丈夫か？はい、大丈夫です。がん告知から3年8ヶ月、先生たちの尽力もあり、僕は治療をしながら仕事も続けていた。そんなある日、免疫療法の効きが悪くなってる？はい、残念ですが。そんな、どうして？どうすればいいんだろう。それでも諦めちゃダメだ。ん？患者会主催の遺伝子検査についての講座。遺伝子検査か。そういえば告知受けた頃にやったような。確か該当の肺がん遺伝子が見つからなかったとか言われたことは覚えてる。あの検査ってがんの遺伝子の何を検査したんだっけ？あれ、もしかして僕は自分の受けている肺がん治療についてちゃんと分かっていないんじゃないか。この患者会の人たちはどんな風にがんの治療を受けているんだろう。講座行ってみようかな。本日はお集まりいただきありがとうございます。早速ですが皆さんにお尋ねします。
遺伝子検査の結果はご存知でしょうか。ドライバー遺伝子はどのタイプでしたか。私は EGFR です。私はドライバー遺伝子は見つかりませんでした。今は免疫療法をしています。ドライバー遺伝子が見つからず免疫療法、多分僕と同じだ。なるほど、お答えいただきありがとうございます。お二人はドライバー遺伝子は何種類調べましたか。ん？遺伝子検査って自動的に全種類を検査してくれてるってわけじゃないのか。私は5年前に肺がんになったので、シングルプレックス検査で2種類しか調べられていません。最近はもっと多い数をいっぺんに調べられるみたいですね。私は1年前に肺がんの診断を受けました。マルチプレックス検査を受けられたので、6種類のドライバー遺伝子を調べてもらいました。マルチプレックス検査でいっぺんに検査したという方、最近どんどん増えてきてますね。マルチプレックス、シングルプレックス、全然知らないことばかりだ。遺伝子検査が何種類もあることも、自分が何種類検査したかも、患者会の人たちは当然のように話してるのに。私はマルチで6種類。私はシングルで2種類。ここでポイント解説。シングルプレックスとマルチプレックス。シングルプレックスとは、ドライバー遺伝子を1種類ずつ調べる遺伝子検査のことです。1種類ずつ調べる、従来行われてきた遺伝子検査です。マルチプレックスとは、複数種類のドライバー遺伝子をまとめて調べられる遺伝子検査のことです。まとめて調べる、近年はマルチプレックス検査の実施が飛躍的に増えています。青田さんの場合、肺がんの診断の直後にシングルプレックス検査を受けていました。 EGFR と ALK という2種類のドライバー遺伝子を検査しましたが、見つからなかったようです。以上、ポイント解説でした。 VTR 再開します。ドライバー遺伝子を見つけられているかどうかは、その後の治療計画に大きく影響します。自分がドライバー遺伝子をいくつ調べたのか、どの種類を調べたのか、そういったことは患者側でもきちんと把握しておかねばなりません。医療は年々進歩しています。告知を受け、肺がんの治療を続けて数年が経った頃に、新たに分子標的薬が追加承認されることがあります。その分子標的薬が効くドライバー遺伝子の検査をするのか、改めて判断を迫られることもあるでしょう。そういった難しい判断に迫られた時、皆さんは何を大切にして判断を行うでしょうか。本日のセミナーに集まってくれた皆さんに、私が実践していただきたいのは、きちんと納得して治療を受けていくことです。は、僕は自分の受けている治療に納得できていただろうか。よくわからないままに治療を受けていたんじゃないか。よくわからないままに治療を受けていたから、どうすればいいのかわからなくなっていたんじゃないだろうか。その時の自分がしっかり納得できる治療を積み重ねていくこと、それが癌という病に向き合い後悔しないためにとても大切だと私は思っています。僕も後悔したくない。自分が納得できるまで、最後まで治療をやりきりたい。その後、
僕はいろんなことを改めて勉強した。がんの基礎知識から、これまで自分が受けた遺伝子検査、分子標的薬など、やがて自分が置かれている状況がだんだんと客観的に理解できるようになっていった。知識を身につけたことで、担当医師と治療方針について詳細な相談ができるようになった。そしてきちんと自分が納得できる治療方針を考え決定していった。今日は新たに受けた遺伝子検査の結果が出る日だ。僕にはまだ検査していないドライバー遺伝子があった。担当医師ととことん話し合い、そのドライバー遺伝子を検査することに決めた。もし検査でいい結果が出なくても後悔はない。この選択は自分が本当に納得して行えたから。青田さん、ドライバー遺伝子ロス1が検査で発見されました。分子標的薬の治療ができます。さて、青田さんのエピソードいかがでしたでしょうか。知識のおかげで青田さんの気持ちが強くなっていたのを見て、知は力ってこういうことなんだなと感じたね。納得して治療に臨む、私もそうしたいと思いました。わからないからって何でもお医者さん任せじゃいけないんだって思いました。私たちからも相談して話し合えるようになっていかんとな。その通りです。がんの情報や知識を得て備えることで、正しく判断し納得のいく選択ができるのです。そして納得のいく選択ができることが、患者自身が病と向き合うための力の源にもなるのです。大事な選択に後悔しないためにも、これからもがんやがん治療について共に勉強していきましょう。皆さん自身の人生をより良いものとするために、がん治療は患者自身が自分の病気と向き合い、その治療について知っていくことが大事だ。最新医療とそれを取り巻く医療環境は刻々と進歩していく。患者側も常に勉強し、知識を深めていく必要があるだろう。より良い人生を生き、納得できる選択をするために、さあ共に前進しましょう。